もなんかいまいちですね。刺激がね少なすぎるというか、これとかは一個一個の時がしっかりあって、こう目的を持っているというか、体にしっかりこう潜り込むというか、うまくこうフィットしてくれる感じがあるんですけど、これとかただなんとなくローラーになってるみたいな、なんかグッとしっかり効く感じが弱くてですね、これに関してはまあこれもあんまり使ってないですね。この穴とかもこんなまん丸っていうのがまずおかしいですよね。人の体ってこんなまん丸なとこないですから、形状がねやっぱり本当手からかたどったみたいなんですけど、フィット感がいい握りやすかったりとか疲れにくいっていうのがあります。これはちょっとやっぱり当たる疲れる効き目が弱いっていうような感じがありました。まあ見た目に綺麗なものっていうか、いびつじゃないっていう、こういういびつなものとかの方が人の体には合うんだろうなっていう感じですね。いびつだったらいいっていうわけでもないんですけど、実際のカーブってもうちょっとこう微妙だったりするよなということですね。これ頭のねマッサージですね。こうこのこう洗うのにねこう使うやつですけど、これアマゾンで買うことが多いんですけど、評判が良くて買ったんですけど、あんま使ってないですね。わざわざやっぱり出さないっていうか、手で洗っちゃいますよね。最初は使うんですけど、なんか忘れちゃうともう使わなくなってしまうなという思いましたね。めちゃくちゃ気持ちよかったら使うと思うんですけど、それなりに気持ちがいいぐらいなので、まあなくてもいいかなみたいな。なんか汚れが落ちてるとかいう実感もねそんなに変わらなくて、なんでまあ使わなくなっちゃいましたね。電動のやつとかも気持ちいいんですけど、充電がめんどくさくなっちゃったりとか、重たいとか、その煩わしさがあって使わなくなっちゃいましたね。これ気になった方もいるかと思うんですけど、今日届いてすごいヒットだなと思ったものです。挟んで一撃もんでバー、紐付きだから肩を前後で揉める、疲れた首肩をテコの原理で強力プレスってことが書いてあるんですけど、これ評判が良くて買ってみましたね。でそしたらすごい良くて、まあちょっとねまだね届いたばっかなんで耐久性がどうなのかとかね、使い道を全部知ってるわけではないので、その辺はまだちょっと加味するところではあるんですが、とりあえずこう首をねこうやって挟めるんですけど、これね気持ちいいんですよ。まあ自分の加減で場所とかね強さとか、指が疲れない、軽い力で本当にテコの原理なんで、簡単にこれがちょっと、曲がるんで、それで挟み込んでるので楽に気持ちよくできる。これはねすごくいいと思いますね。ボールの位置をね変えられるんですよ。首の時はこれ一番細くし狭くしたんですけど、ねじって外して少しずつねこうやって穴がね開いてるので、穴がね全部で 6個ですね開いてるんで、そこら辺でこう調節して、これで今ね気持ちよく挟めてます。なかなか自分でね手が届かないとか、まあ、手で揉むと疲れちゃうというところを解決してくれているいい商品ですね。ちょっとね見た目は間抜けかもしれませんけど気持ちいいです。箇所をね変えて揉めるというところで、で揉むやるときとかだったらもうもっとねここをね広げて、取り外しがねワンタッチではない
こういちいち結構ねじらなきゃいけないっていうのは面倒くさくはありますが、まあでも許容範囲ですよね。まあ数十秒でできることなんで、こうやって広くして、で、まあ、こうももとかを挟み込んで揉む感じですね。これもまたね気持ちがいいです。でもね、ゴルフボールってちょうどいい感じなんですよね。大きさとか硬さとか、この丸みがねいい感じでね入ってくれるので、結構ね本当に実際ほぐれると思うんですよね。人にやられるのが苦手な人とかもねいいんじゃないでしょうか。この青い部分は外れるので3分割して持ち運びもできると思うんで、マッサージ台を浮かしたい人はねいいんじゃないでしょうか。でも残念なのは腰はできないですね。これ腰はちょっと試してみたんですけど滑っちゃう、体を動かすのがめんどくさいっていう方はね、こういうグッズを使って、まあ、あとお金をね安く済ませたい人はこういうグッズを使って工夫してみるといいのではないかと思います。私が使っているマッサージグッズ、そしてまあそれぞれの感想などをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.